さあそして来ましたね、市川さんと、はい、着替えます、うん、確かにね。さあ田中さんと市川さんの試合をお届けしていきます。乳首出て気持ち悪いっていうのがさっきだって自分で押し出しましたね。いやいやいや、なんかね、これ見てとか言って気になるみたい。いや、さすがにね、S はあかんわ。S はね、ピチピチやった、確かに。グロ注意。なんかね、ちょっと危ないくらい、なんか。いやいやね、いやいや。服レインボーやったら危ないところやったね。確かに。アピールや。さあ、サイゲームスのプレイマットで、はい、まあ、お分かりもなる方もいらっしゃると思いますけど。プレイマットもあるんや。シンプルでかっこいいですよね。はい、チームサイゲームスの市川祐希さんが、チームサイゲームグッズっていうのは手に入らへんの？チームサイゲームスグッズは多分販売はしてなかったと思うんですよね。まあ、だからね、そういう路線なんよね。そうでしょうね。その貴重感を出すっていう、ね、プレミア感というかね、うん、まあ、簡単に配ると、まあ、プレミア感は下がるよね、うん、まあ、でも普及するからどっちがいいかはまあ戦略なんよね。まあ、サイゲームの人頭いいからね。ですね、うん、ね、アプリをね、あんだけ流行らせるっていうのは難しいよ。この間のビッグマジックオープンって大会でスポンサーについてくださって、あ、 そうなん、その時は、参加者全員にサイゲームスリーブを配る。あのサイゲーム の、 あの偉い人、名前もちょっと忘れた、木村さんですかね。そうそうそう、あの人がマジックをどうしても広めたいと、マジック好きやからもっと流行らせたいっていうの で、 で、ね、まあ、結構いろいろ自分の好きなゲームをね、うん、流行らせたいと。まあだからいろいろやってるくれてるみたいで、ね、いろいろとなんかうちにもこういう大会やるんだったらスポンサーしますよみたいな感じでね、言ってくれるんで、みんなもね、とりあえずね、無課金でいいからゲームやろう。無課金でいいから、無課金でいいからゲームやろう。それリアル。俺無課金でしかやらんもんゲーム確かにね、うん、お、市川くんの横、ヤマケンさんすか。今通り過ぎてたな。ヤマケンも2倍。さあ、市川さんが、お、コメントで鋭い、市川観察鋭いね。いつもあの緑のところ入ってる。スリーブが違うね。スリーブが、はい、サイゲスリーブじゃないから、お、確かに両面から、だからジェイスかニスタが入ってるに違いないという読みやね、これ。ほー、透けないスリーブに。これはちょっと、これから市川くん対戦相手に座った時、あ、サイゲじゃないってことはジェイス入っとる。そ、あります。よし、この1マナ3点火力、何やったっけ、魔法のやつ、はい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 、あれ、あれ、もっとキープやーっていう、うん、さあ、市川さんは青白ランドタップインでスタート。バントカンパニーみたいね、多分、コメントでももらってたけど、はい、なんか配信でバントカンパニー使ってるっていうっぽいね。はい、田中さんがラムフォルトの人間主義者ですね。鍋熱気。そうですね、鍋スペ。で、ここからはちょっと喋ってよ、解説してる、はいはいはい、やっていきます。カード光ってるね、ちょっとカードちょっと光ってますね。何が、マナで想像や、想像、想像、想像。サリアの副官やろ、こんなカウンター1個乗ってんだから、サリアの副官ちゃうか、はい、ラムホルトで、市川さんがジェイスですね。サリアの副官が出てきて、ラムホルト平和主義者にプライチカウンターが乗って、ラムホルトはパワー4以上がいないとアタックいけないんですけど、今自分が4-4になったのでアタックに。あの左のね、人間バント、はいはい、大事なプレーとして、まあ、2ターン目まで何も置かないことを、はい、もったいないと思ったらいけない。ほー、あるんですか、それが。そう、サリアの復活を2ターン目呼ぶのは大体ダメなプレーになるよ。なるほどなるほど。皆さん覚えといて、俺の考えやから俺の考えやから、僕が散々考えた。なるほど。ちょっと回したこととかあるんですか、はい、え、ちょっとだけ回したこととかあるんですか。ええって言ったら、返事は、いやいやいや、ええやん、ええやん、ええやん。あと、サリアの復活、場に出たとき、スタックで中体を打つと、カウント出るから、大事なテクニック、6マナあったらそういうこと、覚えといて、僕が開発したテクニック、ドヤ顔でこっち見て言われても、僕が開発したテクニックって、もう、出来作ったら鍋くんですからね。はい、いやいや、そうか言ってないだろ。白ボミの帳簿兵に対して、ボリボリっすね。これはたまらんとブロック、はい、これ殴らん方がいいんじゃない。サリアの復活置いてなかった感じは。え、白ゴミ長兵に2体いるの。いや、あれはジェイスと白ゴミっすね。白ゴミが、2-2になったサリアの復活とブロックして相打ちで、2体打っちゃったらええんかな。難しいとこやね。これは現役のプレイヤーでないと分からへんから、ちょっとどっちがいいか分からへんな。白ゴミの長兵がどの程度キーカードなんかにもよるけど、うん、まあ田中さんはサリアの副官と相打ちならまあよしと、
したんですかね、うんうん、サリアの復活は 3-3-4-4 になっても、まあ、多分通らんやろね、うんうん、おそのバント人間の鍋くんが横をじっていきますよ画面。さあ市川さんはジェイスキーどこ、おー鍋くんがちらりと映る。後ろに鍋いた、危ない危ない、鍋に後ろにいるやん、バレるよちょっと、ね、すいません。詳しくはね渡辺さんの記事が上がってるんで、はい、そちらで上がってるので、はい、ぜひお読みください。勉強になるんで。であの記事いいよ、あれ良かったですね、ほんまに。いやおすすめ、うん、ビッグマジック負けてられへんやん、ちょっとあれぐらいのクオリティよ。ハマチじゃ勝てないな。いや勝てる勝てんじゃないか。意外にでもマジック上手いイコール文が上手い、説明が上手いってわけじゃないから、うん、確かに。そう今さりげなく黒田に言ってませんでした。いやいや、龍二に、龍二に、龍二書けないっすよ。龍二、まあ、ネタ あのやね、料理のコーナーとかね。ちょっと知ってあるんですね。見てる見てる、もう終わりましたけど。さあそして、複雑追跡者に対しては格闘ですね、泥棒の命令で格闘して除去して。でもちょっときついね。そうですね、ブロック変身で1体は止めれるけど、長引くとね、不屈の追跡者 その調査で引かれたりね、はい、あれもあるしね。そうですね、あの4マナの、お、なんか出た、ヘインエルドラージと白鬼の超合兵。寒い寒いですか。うん、だって反射魔導士引いてないやん。これ反射魔導士さえ引けてたらよかったんやけど、子宮、ね、引かんといかんね、市川くんはね、多分。まあ、さあライフも4と大きく詰められて。このヘインエルドラージが生き延びつつライフも踏ん張れればっていう感じなんですかね。ヘインエルドラージ、あれ殴らんかった、殴らずでターン返ってきました。どういうことやろう。追跡者が今、追跡者変身、4-3ですね。変身じゃない、ああスタックか、はいはい、でラムホルトが何もアクションなかったので変身しました。え、どういうことやろう、殴らんやね。ほうほうほう、アタックいかなかったですね。でラムホルトが今 5-5 ですね、これで。左の田中さんの手札を予想、ここで予想、はい、予想してください、お願いします。ブーって分からんかったですね。時間切れ。何を、なんか、まあ、アバシンっていう意見、コメントが、アバシン、セットを警戒、カンパニー、いやでも殴らない意味が、うん、まあ、2マナ使いたくないっていうことなの。ラモンホルト殴っても、はい、いやでも、ジェイ、んさあここはカンパニー打ちましたね。ジェイスを変身されるのが嫌なのかな。うん、いやでも殴らなくてもジェイス変身するかどうか選ぶのは市川くんやからね。さあそして出てきたのは白ボミとサリアの副官ですね。副官強っ、これで、はい、これ両方誘発するよね。しますね。戦場にすでにいる副官と新しく出てきた副官がそれぞれ誘発して、あ、狼男、あ、そうそうそう、人間じゃないですよね、もう、うん、ラムホルトは変身すると。さあそして、追跡者が 5-4 で長母兵が 3-3、サリアの副官が 2-2 という盤面になりました。ついでに、4-4 になってプラチカンタ乗って 5-5 になってる狼男もいて、あなたは殴らんかったんが、そんな。そしてここでフルアタックいきましたね。ちょっと分からへんね、なんで殴らんかったんか全然。相手がいる変色ドラジオ起動できるようになって、俺では難しい。鍋がいてくれたらな、鍋さんね。後でなんか多分あんやと思う。これは多分このデッキを使い込んできたから殴らんかったやと思う、ね、多分なんかあんやろね、理由が。なるほど、うん、後ほどじゃあお呼びしましょうか、鍋さんも後ほど。あの局面で必要やしね。確かに確かに、うん、もう今じゃ捕まえます、もしいたら。いやいや、さすがにまだ悪い、まだ悪いですよね、うん、確かに選手のね、ま、選手のことを考えると申し訳なさがね。それは俺が選手だって呼ばんといてほしいもん。うん、ですよね、うん、あ、前はね、まあ、しばらくは呼べへんと思う。みんな呼ぼうって言ってるけど、基本はあんまり呼ばれたくないやっぱり。うん、そう、うん、しかもあのいつもはあのビッグマジックオープンとかの前、どっちかって言ったら、うん、何も権利とかがない大会でお呼びしてたんですけど、うん、今回はね、世界のその
ワールドマジックカップに出るっていう権利かかってる大会なんで、うん、まあこの倍の間とはいえちょっと呼びづらいっていうのはありますよね。その辺容赦いただけるとありがたいです。さあブロックを指定しましたか。ヘインエルドラージがブロックに回るかどうかでちょっと悩むみたいな。いやそれは絶対回らない。残り4か。回らんと死ぬって感じではあるんですよね。消すやん。消すんですね、うん、さあここで、はい、不屈の追跡者を消した。あ、そうか、2回できるんか、うん、闇前の沿岸とあれ違うから、はい、消して2体消してで、まあジェイスは変身、はい、ジェイスの能力起動。何も引かんなっていう顔ですね。感じ、さあ土地を捨てて変身と裏返るけど、裏返っても呪文なんもないよね。土地ばっかりじゃない。土地ばっかりですね。はい、で長歩兵がそれぞれ相打ちになって、まあでもしばらくはパワー下げる方で使うか。そうですね、うん、今年のキャプテンはまだ決まってないですね。最後のプロツアー次第っていう。副官に、ああ副官にカウンターはの消えて出た時に乗るんやけどね。乗りますけどね、まあ、今はちょっと外からは言えないあれになってるので、ジャッジも、ね、一応ついてみてくれてるのでルールに間違いがあれば指摘されますけども、これはまああれやね、まあ、対戦相手が選べるから、まあ、どうせ乗せへんしね。もういいか。そうですね、うん、はい、誘発忘れという形になってます。まあミスはミスですね、うん、さあここで3マナでニッサですか。まあ、ニッサ裏返ってトークンと副官はマストなんや。次から絶対乗ると。でも次から注意してもらうためにもほんまは言うとかんとあかんやけどね。これ同じこと何回も何回もやったらよくないやろ。そうですね、確か、はい、それは変わってないの。同じこと何回も何回もやるとよくないけども、まあ、一応ジャッジしないですね。だから同じそのルールミスを2回3回やると、まあ、ゲームロスになっちゃうよっていうのは、うん、一応注意して言うとく方がいいような気もするんやけど。そうですね、うん、今のルールやとマストとかでは関係なくなってて、まあ、それが俺は好きじゃないっていうの。うん、なんかちょっとじゃあ後でちょっとジャッジ聞いてみましょう。ウィザーズの方がちょっとルールに関しては多分迷走してるんよね。どうするのがベストかまだ絶対決まらへんと。いつまでたっても決まらへんよね。うん、なんか大会ごとに変わってる感じもね。何々しても良いってカードなくなったもんね一回なくなりましたね、うん、全部マストになって全部マストになって、で忘れたら警告ってルールやったんやけど、なんかまた何々してもよいって復活した。増えましたね結構、うん、で今度は忘れた場合はもうそれはもう誘発しませんっていう、うん、マストもどっちも誘発しないっていう。じゃあもう何マストっていうカードなくしたらいいのにね確かに、うん、なんでなくさんやろうね。マストのカードとメインのカードが何々してもよいと何々するがね、うん、混在してる状況っていうのがちょっと気になりますけども、ちょっと何がしたいんかわからんなるほど、全部何々しても良いってすれば、うん、その揉めることも絶対ないやん。確かに確かに、忘れたとしてもだって全部何々しても良いなんやから、せんかったを選んだっていうふうに、じゃあこれやったらもうルールも簡単やね。誰が見ても明らかやん。確かに確かに、しても良いを忘れた、何々しても良いっていうカードと何々しなければいけないっていうカード2つ作っておいて、何々しなければいけない忘れてもそれは忘れたから誘発しませんよ。誘発しませんよ。じゃあ何が違うんだこの書式の違いは何を。非公式やから早速怒りやねボブとかで困るああそうかさ、ライフが減るときにマストにしないとあかんのか。デメリット、ああでもデメリットもなくそう。デメリット能力なくします。そう簡単にしていこう。マジックも簡単にしていこうでもさっき放送始まる前、うん、カードが簡単になりすぎててあかんなって言ってましたやん。いやまあそうやけど、でもそういう方向に向かっていくんやったらもうとことん向かっていくと。そう、なるほど。確かにデメリットがあるのか、うん、全部起動型能力でしょデメリットは。誘発をなくす。そうそう、ボブもアップキープに0点点で言う、ゼロ点点ゼロ点点、それ昔の森知恵ですよ。そう能力を使ってもいいにしたらいいんちゃう。これで起動忘れたみたいな。そうどうでしょうなるほどさあここで田中さんが全クリーチャーでアタック。残り4。えあれはアシャヤトークンですかね。どれかパワーは下げてないの。下がってると思うんですけどね。
とりあえずヘンエルドラージが格闘してドルカメルで格闘して1匹撃ち落としつつの、これはもう田中さんに何かあったらもう負けちゃうね。さあここで調査を使ってワンドローで、ここで考え紳士ですね、相手の方がトークン乗せ忘れないようにプラス時間と増やしてあげましたね。まあ、ここで市川がどう動くかね。闇前の沿岸難もまたちょっと痛いね、一点痛い。確かにここで緑出そうと思うと沿岸が痛い。持ってんの白緑の命令持ってないよね。いや先ほど使ったんですよ。ああそうか、もう何も持ってないって宣言やんね、これじゃあ。この土地の残し方やとね、あかんよね。森田、え、何唱えたん市川君は。西田、市川君は西田唱えてランド持ってきて置いて変身して、で、アシャヤトークン出して、で、その相手のターンにドロモカの命令でヘンエルドラージで格闘してって感じですね。はいはい、西田、ああ、はいはい、どうしようもないか。西田、西田、やっぱり今の盛り立てとかなあかんかったね。まあどうでもええやけど、ゲームに持ってないからやけど、持ってるふりになってないよね。なるほどなるほど、ダメージ食らうからっていう、あの状況で闇間の沿岸立てる、まあ、だからこそってことなのかもしれんけど、まあ、少なくとも白緑の呪文は絶対持ってないよね。緑マナーの出る呪文はだって森を立てるっていう選択があったのにそれをしなかったわけやから、市川君サイドは、田中さんからしてみたらそれを見たら、それをはめ、そこまではめるみたいなことも、そこまで言い出すときりないけど、なるほど、その1枚の差がゲームに影響を及ぼすこともあるってことですよね。結構土地ってむずいからね、何残して何建てたらいいかっていうのはね、これね持ってへん側は分からへんね。なるほど、その警戒する側の方が分かるっていうか、使う側は手札にないから、そういうの全然その関係ないしっていう、土地のこと数えへんか分かるんよね。やられてる側から見たら分かることだよね、あれ。なんかあれ森立ってへんと思ったら緑まだ出す気ないんやとか、ってことは警戒線とアタックいったらいいやみたいな。なるほどなるほど。さあここでライフの対立投了となりました。あの局面とどっちでもいいんやけど関係ないから。けど泥もかの命令を警戒せずに動けるっていうのは楽っちゅったら楽やね。確かに、人のことって難しいよね。そこまで考えてたら時間がなくなるっていうのあるマジックは。確かに、ね、あと盤面に集中しきれないっていうのがあるよね。持ってない、そのデッキに入ってて手札にないカードを相手に意識させる土地の残し方とかやりだすと、ちょっとしんどすぎるよね。神経がこっちにも使わなかし、こっちにも使わなかし、特に多色やと、難しい。そこまでできる人もいるんやろうけどね、ほんまのトップの人は。俺にはできひんね、全然。僕苦手、土地の管理苦手やもん。じゃあブラフとかはあんまりしなかったはずか、昔から。ブラフとかそういうの考えたことはないね。土地管理すごい下手やったからね。あ、そうなんですか。そう、昔グランプリのフューチャーで、スリバーを2体展開したら、勝ちっていうエクステンデッド、今でいうレガシーやね。マルチからのスリバー2体いて、土地見て、あ、両方出るわ、これだ、2体出して勝っちゃうわと思って、パッパって出したよね。1体目で間違えて土地寝かして2体目でんくて負けたことある。それぐらい適当に俺は土地を寝かしちゃうから。あれですか、デュアルランド出してて水晶スリバーを出してみたいな。そう青白青黒ってスリバーを展開しようと思った。給食やったかな、青白白緑って展開したくて、給食と、そう、水晶ですね。そう、ほんで白青と白緑を寝かしてしまって白マナがでんくて あれってなってゴーってなって負けたことがある1回。なるほどなるほど、推奨すればあの青丸払うために、あれですかね、あの名前でごめん、ツンドラを寝かしてしまって、それでプレイできずみたいな。フルタップしてからだったら OK やったんやけど、フューチャーやから、丁寧に一個一個こうやってやって読んで、OK?OK? って言ったら、出ませんよって。No? って。Oh, sorry. I know. マーケーみたいな。おいしいみたいな。そういうわけをしたことがあるぐらい土地管理は下手。へえ。すごい苦手やね。土地めっちゃ適当に寝かしちゃうタイプやからね、俺はね。特に。デッキ作る時の土地のマナバランスとかはどうなんですか。もう大体もう決まってるよね。決まってる。覚えてるんよ。ああ、もう感覚で覚えて。水滅打つんやったら黒は14やったかな。ほうほうほう、今で言うと16かな。16の方が好き俺は。14が最低ライン。黒ダブルシンボルのカードを4ターン目に打つんだったら、
黒14が最低ライン。そう、ミドミドの呪文があるんやったら18。ほー、だ2枚2ターン目に引きたかったら18やね。よく使われるのもう決まってるんよね、大体ほとんどのデッキ見たら分かると思うけど、4ターン目に白白か黒黒出したかったら14から16。うん、それぞれのマナソースが1ターン目に1個置きたかったら15。ほう、もうそれはかなりマジック始めた最初の頃に、いやもう確率なよね、これ以上入れると、入れるのは別だよね、それはもちろん、うん、もちろん全部24とかにするのはいいけど、ベストですけどね、うん、できないですからね。そう、でもそうすると真鍮の都24になっちゃうからね確かに確かに、だいぶ弱なるから、ね、それはそれで弱いから、オールダメランはちょっと、そう、14、16、18を覚えとくと、まあまあだいたい困ったらこの3つのどれかにしとくと、まあ外れない。で、1ターン目に引きたかったら15やね、それだけ。なるほど。はそれに 1枚多くできたら1枚多くしたい、それ以上は無駄やね、それ以上やんやったらエルドラジトークン出す土地とかなんか入れた方がマシ。なるほど、うん、だからいろんなデッキ見てて、その覚えたらそれ以上増やすのは安定するけど逆に土地ばっか引く事故起こすから、うんですね、うん、どこで土地の枚数を切り詰めるか、そう、袖からデュアナはダメだから、袖からファイヤーブラスト今日のパーメン、そうおっとファイヤーブラストシンク波動拳みたいなさあ市川さんが2ターン目に森の大原社、18枚の山だって書いてあるやん、そうこれも18やからね、これは2ターン目までにスムーズに置ける枚数やから最低限の枚数ですね、はい、かといって3枚以上ランドも引きたくないというデッキですからね、バーンとかは2ターン目で19っていうのはまあ分かる、18プラス1やんね、18プラス1や、気持ち分かりますね、うん、プラス1で 5% ぐらいマリガンの確率減ったはずやね。ほー、うん、さあ、ラムホルトの平和主義者が出されて、市川さんはタップインランド処理しながらアタックして、うん、アタック設置してないか、3歳からそのままスルーして、地元になれなかったので変身して4位になりました。緑の下働きね、ブロックできるの強いよね、はい、そうですよね下働きってあれですよ、いやいやモグの下働き、そうそうそう、2マナ3サンでアタックできないといえばフランキーやからねモグフランキー、そうこれは我々の世代としてはもう見てる人はもう公式じゃないからね、もうエルダーでいくから、もう分からん人置いていくっていうね、2マナ3サンでアタックもブロックもできないってやつといえばなんかフランキーフランキーな感じしますね、これ復活してるよね、フランキー1回基本セットで復活してるから、結構12ぐらいであったから知ってる人は知ってる、ちょっと使われましたしね、田中さん誘発忘れ、緊張してんねん、しゃあない、誘発忘れですか、結構多い、どれを忘れてるんですか、ね、今のは、いや裏返りを忘れてて、全部、はい、全部市川くんが忘れてますよ、忘れてますよ、これこれこれ、そうそうそうなるほど、確かにね、初めて有名人戦って、しかもフィーチャーでとかやってるとね、市川くんイメージ作りしてるから、まあそれはいいじゃないですか、イメージ作りしてクリーンな方向にやってるから、いやでもこれ大事、大事、大事、大事ですよね、うん、ローリーさんがね、ずっと今日一日かけておっしゃってる、そう、さあ、市川さんの方が、今は森の大原社出して、ユアショーカードの説明しろと、お前そうや始まる前に言ってたけど、カードの説明はユアショー担当、はい、これはどうでもいい話、そう、どうでもいい話。さあここは反射魔導士で変身していたラムホルトの平和主義者を手札に戻しました。戦場にいるのは不屈の追跡者ですね、あれは。3マナ3にで土地が置かれると、カード名じゃん。どういう効果かっていうのを、マジック何も知らん人に対して、オッケーです。なんか局面局面で、あ今出たカードはこういうことしました、ね。何マナ何々で場に出た時こういうカードですよみたいなことをして言うやん。はい、で追跡者がね今ね出てるんですけど、土地置いた、しかし、はい、誘発忘れ、誘発忘れ、さすがの市川君ももうさすがに忘れすぎやろボケと、そこまで思ってないですよ、さすがにもうええわと、はい、もうええわと、はい、で、うん、ここ2マナで、うん、あ出てきた出てきた、うん、出しますねっていう発言をして、さっきサリアの副官出したんですかね、あーまあまあまあ出しますね、これはよくあるやつやね、はい、出ますって言ってからカードを出す、いっぺんに言う、手がかりが横にあれあるはずなんで、さあそしてその副装追跡者がサリアの副官でサイズアップしてアタックに行った、え違う違うか、2マナで人間出したのかな、あれはそうや、サリアの副官がプラチ乗ってるんでね、はい、忘れてますね、いや岩章の解説分かりやすいよって、ありがとうございます、すいません頑張ってきます、お母さん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 解説お母さんにそういう風にかけって言って
このお母さんに適当なタイミングで俺のこと褒めてなとかさ、もうさ頼んで30分おきに分かりやすいとかもっと優勝出せとか、あれ、ね、ローリーさんに初めてタメ口使いますけど言わんわそんな言わんわいやいやいや俺なら言うな言うんすか言うんすか自分でやるからね。はい、そして市川さんが中退を打ちましたね、はい、集合した中退っていうのは4マナーのインスタントで、うん、デッキの上から6枚を見てその中にある3マナー以下のクリーチャーを2体戦場に出せると、はい、カード1枚で2枚分のクリーチャーが出せて、はい、2枚分のカードになって、しかも4マナーのカードやけども合計で6マナー分の展開ができるっていう非常に強力なカードが出ました。マナーも2個増えの、カードも1個増えのって感じですね。増えっぱなし。でそこから出てきたのが、ニッサですね。ニッサが出てきたので森をサーチしてと、横にいるのがヘンイエルドラジですか。この展開だとなんか田中さんちょっと突破しづらいね。もうちょっとしんどいですね、うん、こうなるとやっぱこのヘン、やっぱねこの霊気魔導士やったっけ、何やったっけ、反射魔導士ですね。反射魔導士か、反射魔導士がきつい、うん、前のグランプリの解説の時から思ったけど、この鍋の人間デッキは、はい、この反射魔導士がきつい、兄さんがでかいですね。帰ってきてだるい、帰ってきてだるい、そう次のターン呼べへんのがもっとだるいみたいな。そうですね。さあ、サリアの副官が、はい、人間ができたことでサイズアップしてますね。変異がもっとだるい、なんか変異っておんの、変異エルドラージのことですかね。ああ変異エルドラージとあれがコンボったらもうカン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 、いや、まあそうでもないんやけど、それしかさっきみたいに、いやもうそれしか俺できひんやけどってなったらブーやけど、ブーってそれ以外ができるようにマナニをその場が止まってしまうとカン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 やからね。なるほどなるほど、まあ、6マナ揃ったらもうなんかキャプサイズってやられてるのもね、キャプサイズキャプサイズキャプサイズってやられてるのもね、3マナでキャプサイズとかね、カンカンカンやからね。さあここはヘンエルドはじゃあブロックに回して、はい、時間を打ち取りに行きましたね。スタンダードかわからないやつは見るなって書いてあるけど、いやそんなことないですよ、見ていいやで、ね、みんなで見て楽しんだらええんやで。そういや、むしろ関係ない話しよ、みんなでそれはね、みんなで歌おうそれは大事、せっかく歌い手やから歌い手マイクあるだけでテンション上がってましたもんね、朝一。さあ、ヘンイエルドラージここで2体目出してきましたね。まあ、ゆえに先ほどの1号機を使い潰した感じかなと。キャプサイズ分からんのかな。キャプサイズっていうのは毎ターンバウンスする、うん、ピュッピュッピュッと3マナでパーマネント1個手札戻せるんですけど、追加で3マナ払って6マナ払うと、うん、そのカードも手札に返ってくるから、うん、毎ターン6マナでじゃあ解説がないと。確かにそう思った、岩尾がカード言うてくれると光って何出てるか分からんっていうの。そう、結構ね、うん、みんなねスリーブが反射しやすいという天窓があるので、ね、思ったより光がね、朝の調整した段階よりも多いんです。そうそう、じゃあ調整して、よしこれで完璧と思ったら太陽は昇っていくの忘れてたっていうね。そうそうそう、ちゃうねもう、なんかカメラ太陽にも向けた眩しいか、なんかね、こう屋根にさ、こう伝わるかわからんけど、こう窓があるんよね。で、窓が普通横にあるやん、ここ縦にあるんよ、うん、太陽が昇るのに合わせてスッと、そうそうそう、太陽の通り道かのよ、ずーっと眩しいっていうね。そう、割合地獄と、はい、あとでちょっとパラソル出しましょうか。じゃあ盤面の近くに、次のラウンドの合間にちょっと休憩取ってパラソル置こうと思います、うん、さあ反射魔導士でブロック宣言後に、確かにそうやね、俺が喋りすぎてんねん、だからそう相実に必死やからね。じゃもう大変大変、もう大変過労死。そう、盤面見てコメント見て俺の話も聞かなかった。ありがたいですけどね、こんだけローリーさん喋ってもらってありがたいですけど。いやいや、ちょっとじゃあ俺、じゃあちょっとアプリやっとこう。嘘やん。はい、反射魔導士を、ヘンイエルドラージで反射、まあ、バウンスすることで、うん、ブリンクですね、ブリンクすることで相手のクリーチャー手札戻しつつ、うん、もう地獄っすねこれ、うん、さあ反射戻して手札に戻して、もう田中さんの盤面は完全にさらち。いやこれはもうカン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 やね、毎回3マナで、ね、3マナでクリーチャー手札に戻された挙句に次のターンはプレイできない、できない、それは無理やろ、6マナも揃ったらもう無理やで、うん、そうですね、2回されるとね、つむつむ。さあこれで、市川さんが2本目を取り返して3本目に入ります。
ノーリーさんは、はい、今画面パッと見たら追跡失敗って見たんですけど、いやいやいや、アプリしてアンジュビエルジュっていうやつのアプリやってて、おー、面白いですか。いや、全然おもんない。いや、そうそう、面白い。そうやん、1年以上続けてるけど。おー、長いっすね。はい、解説カンカンカンやで、ね、福本豊みたいになってる。さあ、まあ、市川さんのバントカンパニー型と田中さんのバント人間側、ローリーさん的にはどっちを使いたいとかどっちの方が強そうとかありますか。え、 パッと見てこの、あ、俺はずっとこの人間カンパニー、人間好きやね。バント人間初めてグランプリで見た時から好き。ええデッキやなと、うん、な使いやすそう。俺こういうデッキ好きやから。おこれにあのカウンターちょっと入れたら面白いかな。まあそれするとあれがねちょっと弱なるカンパニーが、カンパニーがね、うん、確かに。だから最低枚数23って鍋も書いてあってほんま24欲しいって言ったから、まあ、呪文の選別がむずそうやけど。そうですね。なんか前のグランプリでバントカンパニーのクラッシュオブイルを、はいはいはい、うん、入れ撃墜が入った、うん、打ち消しも増したタイプのバントカンパニーがあって、それがちょっと好みとか。そうそう、それがちょっとギリギリの枚数までクリーチャー減らせるんやったらちょっとだけ入れても面白いかなと。まずこれ想像やけど、回してみたらやっぱりそのクリーチャーが減ってるっていうリスクの方が大きかったら、まああのまんまのリストでいきたいけど。そうですね、うん、あ、オジタイコマンドが入ってんのか。そうですね、オジタイの命令と、うん、まあ、他のスペルとしてはドロモカの命令が入ってたりとかですね。さあ、今度は田中さんの先手で第3ゲームが始まるわけですが、はい、まあ、人間側、ローリーさんも先ほどおっしゃいましたけども、2ターン目に何もしないことを恐れるなっていうのがまずプレイングの大事なところですかって言ってた。某プレイヤーが。そう、って聞いたことがある。海の親プレイヤーが。そう、はい、って聞いたことが。噂では聞いた。あと23体以上クリーチャーがおらんと安定しないよっていうのも噂で聞いたね。なるほど、はい。まあ、サイドボード後も23体以上はクリーチャーが絶対入ってるということでしょう、うん、じゃあ、うん、田中さんもデッキ使ってることは読んでますよね、その記事を。確実に読むやろね、さすがに読むよ。俺も読んだもん、うん、俺使わんでも読んだからね、うん、さあ、田中さんはマリガンで、市川さんはちょっと悩んでますかね。ハンドは反射魔導士、まあ、行くんじゃ、うん、反射魔導士いったらいけるでしょう。これで悩むってことは土地がない、そうか、土地しかない、うん、23と少ない。コメントでは25ぐらい欲しいって派も。あ、気持ちはわかるね、うん、クリーチャー引かんと始まらんデッキってのもあるんで。いや、ちょ、カンパニーでスカるやん。そうなんですよ、あれスカったらもう寒やからね、ね、うん、え、一体みたいな時とか。そう、いや、土地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 一体やった、まあ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 、まあ、妥協しようと、ドローが、ね、うん、下に行ったしと、うんうん、まあ、前向きに考えれるけど、寒いって時あるからね。カンパニーカンパニークリーチャー1体でなんか呪文ね、カンパニー2枚とかしたいったら、えってなるもんね。何してんの俺みたいな思いますよね、あれ。そう、さあ、そう、ちょうど衝動の話だったけど、昔、はいはい、インパルスで稲妻4枚並んでたっていうの聞いたことある、はい、おー、ナイス。そう、お、いや、ほんまに あるんすか。実際あったと。そう、衝動打ったら稲妻4枚やったし、上4枚待ってそう、と打たんかったら勝ってたけどってなって、負けたっていうね。順繰りにドローして勝ってたみたいな。そう、まあ、ある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 、ちゃんと言うてこれあるあるって言わなあかんで、そうそうそう、滑ってるなと思ったらだい、そうそう、言わしょがなんとかせんとあかんじゃねこういうの。滑ってるなってと思ったら、なるほどね、うん、あ、たお助けさせていただきます。嘘か、まあ、ファクターフィクションでネザースピリットが3枚目くらい、ある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 、それは結構ある、参る参りますね、参る参る、ネザーとその他とかで24で23とかで分かれた、結構参った。確かに確かに、ネザーとその他、ネザーね、2枚、2枚やったまでいいけど3枚はね、うん、思考のジェイス、やっぱ結構みんなあんやね、いろいろ3枚、思考のジェイスで刑事3枚、ええやん。でも思考ジェイスって確かあるでしょ。あ、そうかそうか、3枚やったらまあいいっすね、まあ1個ゲットやし、うん、ドローできるし、ええやん、まあ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 、ギリギリやん、嫌やけど、うん、嫌やけど、でも3枚連続引くよりの、え、同じぐらいちゃう？一緒は一緒っすね、使い切れへんからどうせみたいな。さあ、田中さんがダブルマリガンですか。これは市川君キープしてよ、試読やった感あるね。先手でダブマリされたらな、キープ7枚でちょっと得した気がする、俺はいつも。よかった、ちょっと事故ってもだって死にそうにないやん。
確かに確かに、まあ、5枚からそんなすぐ死ぬことないやろと戦術もしたやし、じゃあってことはまあまあ不具合悩むぐらいの不具合のある手札7枚でもそっちの方がそのロングゲームになりそうやから、やっぱ2ドロースタートありがたいよね。マリガンしたら自分もダブルマリガンになるリスクを背負うってなるから、だいぶにんまりするパターン、市川にんまりと、間違いない心の中にんまりしてる。結構顔はシビアな顔つきですけどね。え、マリガンしてんの？じゃあこにんまり、いやマリガンしたって書いて、マリガンしたんや、するんかい、市川君もワンマリガンするんするかーい見てないんかーい、見てないんか、見てないよはい、市川さんがラムホルトの平和主義者出して、対して田中さんも平和主義者返しですね。さあ盤面はね、平和主義とは名ばかりの2マナ3差が2体睨み合ってると。さあギャラリーもワイワイ集まってきました。おしゃれな会場やねってコメントもあったんですけど、確かに ね、 やっぱね、外やで、球場の外、球場外野球場行ったこと、野球好きな人やったら野球場行ったことあると思うんやけど、うん、あの外周あれやん、球場、はい、球場あって、大阪ね、真ん中にあって、そうそう、どこの球場も一緒かで真ん中にグラウンドがあって、はい、で斜めにこう椅子があって、その外周みたいなところに、ね、そこを貸し出してるから、そうなんです、うん、フリー、ね、あのフリーというかイベント会場となってて、そうそう、廊下でやってるの、前見た、前来た人いるんやね。そうです、そうです、前もここやったの？前、2年前、うちで楽しかった、今日ここでしたね。あ、じゃあ一緒やね、まあ、2年前来てくれてた人、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあ、前ほどね、廊下ではないですね、はい、俺が言ってどないすんねんって言われてもうたから廊下、廊下、そう、廊下っす。そう、だからね、今日はね、他にもなんか子供の教育のためのおもちゃの展示会みたいなのやってるらしいですよ。え、嵐はどこでやってんの？嵐はもうドームの中で。あ、ドームの中ね、中っす。何時からやったかちょっと知らないですけど、女の子いっぱい来てたからな。女の子いっぱいいました。ツイッターで結構嵐の話出てるらしいよ。あ、ほんますか、うん、さあ、複数の追跡者が出てきて土地を置いて、はい、3ターン目呼ばずに4ターン目にワンワン稼ぐ、はい、ワン稼ぎプレー、はい、まあ、これが絶対にやるべきと言われてますけども、はい、まあ、それを実践してきた形。さあ、そして、追跡者セットランドさらにされて、田中さんも手がかりが2つ。ちょっと先手有利はね、さっき強くなれるし、しかも2個あるし。さあ、まずは1個使ってプライチカウンターが1個乗ります。まあ、止められない。7からのエンド。エンドですね、うん、なんか持ってんじゃね。ここで分かることは何か持ってるっていうことだね。インスタントを持ってる。市川君サイドからそれを警戒して、さあ、土地を置いて、ここは手がかり出てきました。カウンターもあり、ワンチャンあり得るよね。うん、でも警戒はできひんか。まあ、殴る前に引く、はい、引いたカード見てから考える、はい、じゃ、やっぱね、市川君のプレー、まあ、ちょ、田中さんにはもう、はい、公式じゃないから言っちゃうけど、はい、田中さんには悪いけど市川君の方がうまい、まあ、見ててもらったら分かるけど、いろいろなところでそのプロとそのこれからっていうその、ね、やっぱ普通の人の差が出てるよね。引いて殴、田中さんさっき殴ってから引いた、殴ってから引きましたね、はい、うん、それやとその引いたカードで状況が変わるのに対応できひんから、うん、一角が引いてから引いたカードを見て、その引いたカードで何かプレイが変わるって可能性がまあ 1% でも、ま、何パーセントあるからね、やっぱね。そうですね、はい、で引いた上でアタックして、うん、そして石の宣告で、複数の追跡者を除去しました、うん、これでライフはイーブンですけども、盤面は追跡者がいる分、うん、市川さんが有利かなと。一角のプレイは一つ一つがちゃんと基本に忠実というか丁寧ですね、しっかりしてる、うん、やっぱり。あれ、アンチじゃなかったんですか？アンチ市川の筆頭というふうに自分でおっしゃってますね。まあまあまあ、そうやね。なんかね、いまいち最近のちょっと市川選手、いまいちあんまり面白くないよね。でもなんか面白くない、いや、昔のなんかね、なんかトゲ、毒々しい感じがなくなった、まあまあまあ、弱なってきた、トゲの塊でしたね。そう、昔の見たりニコ生でなんか対戦とドヤるみたいな感じがあんまりないよね、最近見てて思うね、まあまあ、スポンサーつきましたから、そうしゃあない部分ではあると思うんですけど。さあ、ここは手がかり使用してドローして追跡者サイズアップ、ジェイスキャストで、はい、ダメージを受けました。ダメランからマナ出して、まあ、ラムホルトを、まあ、そのまま見送る形、うん、市川さんライフ15ですね。ダメランからダメージ食らって、まあ、止めるんちゃうかな、止めへんかな、さすがに4点食らって次4-4になって殴られたとしても、うん、
とか手段が復刊しかないか。止めるんかな、ね、なんか止めそうやけどな。俺やったら止めるけど、どうやここでアタック来たら止めますか。止めた時の裏目はジェイスを、はい、ドロボカの命令、ドロボカでやられた時は寒い。そう考えると通すか。通すね、うん、そう考えたら通すね。次のターンはね、攻めて。なるほど、うん、ここでブロックしてもってジェイス、ドロモカでやられたらだいぶ寒いね。盤面なくなりますからね、うん、そのいや、ドロー手段が欲しいよね。カード引いてたら勝つやん、こんなん。もうこの盤面カード引いてる方が勝つでしょ。だってそうですね、うん、カード引いてる方が勝つ。雑やけども、ほんまにその状態になってますよね、うん、さあ、そしてこれはニッサですか、うん。巨神の預言者ニッサを戦場に出して、森サーチして森を置いたことで7枚目のラウンドをゲットして、ニッサがプレーンズウォーカーに変身しました。このニッサで何をするかというところですね。ここはおプラス能力、ドラモカの命令がハンドに入る。はい、命令が見えている状況で、俺喋らんようになってもやっぱ喋らんやん。いや、今ちょっとね、どうなるかなって見届けてくださったからなんですよ。プラス1、はい、終わって、はい、見てたらあかんよ。コメントをね、常に喋らなあかんやで。常に喋らなあかんやで。ケイタ君見てよ、俺がこう、うーんって画面見てるときにずっと喋ってるよね。はい、うん、最終的にね、かなり喉に負担がすごそうな感じであるんですけども、ケイタ君はずっと喋ってくれるから、ね、こう俺が盤面見て頭回してるときも結構喋ってくれる。うん、じゃあ僕も喋ります。そう、頑張ります。どうでもいい話でもいいやで。ちょっとコメントをね、拾おうと思ったらあんまり拾えないコメントがあるなと思って、それでちょっと悩んでる部分だったんですけど。いや、そうでもないよ。さあ、田中さんは、うん、そのドロモカの命令を手札に持ちながらサリアの副官出してラムホルトを 4-4 にしてエンドですね。シーンとなるのが一番良くないからね、こういうの、はい、気をつけます。さあ、市川さんはジェイスを起動して、お、来ましたよ、悲劇的な傲慢。来たか、どう来た。盤面をまあ一回ぐしゃっとリセットというか、うん、どれを残すんですか。さあ、どれを指定するんでしょうかね。自陣ジェイスかあいつか、どっち残すか。ででん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 、はい、はい、これに対して田中さんはドロモカの命令をキャストして、サリアの副官にプライチカウンターを置きながらラムホルトと追跡者格闘ですかね。どういうこと、これは何が起こるの。相打ち、はい、格闘しました。相打ちになって、これは1個ずつ残るってことか。で、傲慢が解決で、傲慢が仕事せずに終わりか。全部1個ずつしかないから、まあですね、うん、まあ、対応して、あの未開地起動してもう1個持ってきても、ね、手がかり並べてもね、傲慢でシャッと、そうですね、その手がかりはダメだってボシュートされますからね。さあ、ここで3マナで、はい、追跡者ですか。で、そこからさらに手がかりを出して、田中さんちょっとこれ押し返すというか、グイグイってきましたね。さあ、そしてサリアの副官がアタック、3点ダメージ与えてターンエンドか。市川さんここでフェッチを切りました。うん、ニッサがもたらすアドバンテージがすごくなってますね。頑張るね、ダブルマリガンがやるのに、ね、頑張ってる、頑張ってるって感じ。うん、市川君はこんなに抵抗されるとはって感じだけど、まあ反射魔導士もいるからな。で、まあ、一応盤面にはニッサって7で奥義やったっけ。ニッサの奥義はアムニッサ、あのニッサはあかん、あかんニッサか、大したことないやつか。あのニッサエルフ持ってくるとかやったっけなんか全然大したことない方のニッサ、あれ奥義、あいつの奥義ね、うん、実際に起動しようとこ見たことがないのでね基本はやっぱアドバンテージ取ってアシャヤ出してて、奥義やばいんや、土地が6枚クリッチャーかしたらやばいや、勝ちやん、勝ちや
勝ち勝ち、いやでもそこで傲慢さってされて笑うっていう、あはは負けっていう、そういうの見たい見たい、確かに確かに見たいけど、うん、はい、途中6枚クリ6枚6枚クリーチャーかしてチャンプチャンプチャンプって次傲慢しちゃってやられたい、ね、気持ちいい、絵面は相当気持ちいいですけどね。ゴーマン土地赤いね、土地クリーチャーじゃないね、さすが。おお、確かに確かに、詳しいみんな、残すのこれねって言われたらさすが、あのセットはやるね、やっぱ土地やでって言われるんですね。そうか、ちゃんと土地がクリーチャー化しても対応できるようになってるんや。すげえ、しのいだしのいだ、ダブルマリガンから、いやこのアドバンテージはすごいですね。反射魔導士でも出さへんやね、まだまだがめてる。次ここでカンパニー引き分けるんちゃう、このパターン、ね。市川さんもニッサがフレンズを動かして、これはカードガシガシランドが出てきて、なんか誘発忘れがなくなった、はい、ね、手つきがすごいスムーズになってきましたよ、集中、やっと集中しだした集中が、そう、顔つきも変わってきた、ちょっとかっこよくなってきた、ちょっとかっこよくなってますね、確かに。ニュースキャスターの人みたいになってきた、なんか感じが、ニュース読みそう、なんかこれからさあ残り時間がもう短いところになってると思うんですけども、先ほど15分アナウンスありましたからね、押し込め押し込め、わっしょいわっしょい、さあクリーチャーで中退、ここでなんと0枚、残念ゼロ、残念ゼロ、ありませんでしたって言うてほしい、いるー、そらいるよねーって、反射魔導士ですかと、4号ですね、森の大現象、強いっすね、これ声エグすぎる、こんなん声いや、強すぎる、はい、残り時間4分、引き分けちゃう、引き分けちゃう盤面崩壊願望に来、うん、公式でもおなじみの、残り時間4分ですっていうのはこの生放送が4分じゃないの、違います違います、さすがにこの生放送はもう夜の12時ぐらいまで撮ってあるんで、さすがに怖いこと言わないで、あ、はい、さあこの2枚いいめくれ方ですけども、これに対して田中さんも調査して急いで、2人とも急いでるっていう、30分延長しましたえローリーさんが心配したから30分延長してくれました、ね、いやだからさっきからだって、いやじゃあこれ俺生放送をよく見てるから、このねゆっくりが残り時間4分ですって言い出したらなんかね延長せなあかん、あ、さあ手鏡トークを探りまくってドロー進めましたが、このままブロック宣言まで OK みたいですね、はい、市川君勝ち目あるから急がんとですね、ちょっとでもターン欲しい、ジェイスがブロックして変身ですね、これでジェイスが考えることがあるっていうのがめんどくさいね、そうですね、あでも死んだ死んだ、さあジェイスが変身、しかもブロックでは一方的に打ち取る、さあギャラリーもいっぱい集まってきました、中近さんとかアンちゃんとか姿見えますね、いるんや、ハレルヤも結構来てるやん、ね、みんな日本代表になりたい、そんな試合、ワールドマジックカップ予選をお届けしております。さあニッサが能力使ってラムホルトをドロー、市川さんは確かに勝ち目がかなり見えてきたので、ここから詰めて分けないようにしたいところ、田中さんダブルマリガンから怒涛の、ね、構成でこれまくったかっていうふうにも見えたんですけども、中退1枚からの差し込まれで、さあここでさらに反射魔導士で手札戻され、反射魔導士がニッサを殴る、やっぱ奥義あるんやね、さらに反射魔導士でサリアの復活を反動戻す、アグレッシブやね、ちょっとだいぶアグレッシブなプレーやね、アグレッシブですね、さあ攻めっ気あふれるプレーで出た必殺ターン終了、もう時間ない時のカードをプレイしながらアタックしながらエンドっていうやつ、うーんって全部同時にやってガチャガチャガチャなるほどなるほど、さあきついよね、何が読めへんかっていう、こういう時どのクリーチャーが読めないかっていうのをちゃんとしっかり確認しといた方がいい、なんかいいよね、グランプリでもようあったような気がするんだよね、どういう状況、あれですか、反射魔導士の、そう
どのタイミングまでも分かりづらいよね、このカード。確かに2個並ぶと余計ね、うん、特にあのビクトリーあのじゃあビクトリーじゃんホーリーションなんやったっけ中退かあれで出た時の処理とかめっちゃうわでー悲劇的な傲慢ですね、うん、嬉しそうやなロールさん、俺をなんと山やでノリノリやさあ集合者中退で場面まくり返しましたが、ここは悲劇的な傲慢でさらにまくり返し、やっぱこの対決両者地上やから、あさあここで残り時間が終了、ちょっと長くなる、このタクは多分移動が含まれてるからちょっとちょい延長があったりするのかな、もしかしたらあるかもしれませんが、あーもう数えてるからないっすね、まあ、正直あっても無駄無駄っすか、あーだからアマシンが入ってたら、ね、16点っすからね、削るのがアマシンがありえるかな、どっちにニッサの奥義を決めてドンが、あまあそれもあるか、両方ニッサがいるの、はい、あそうやね、7やったっけ、6、7やったと思います、1、2、3、4、5やからもう間に合わんか、おっここで6になる、次のターンでいけるワンチャン、はい、追跡者出す、こんな状況でも忘れない、大事ね、大事ですね、大事です、大事です、大事ね、でも時間も急ぎたいからいろいろやる、さあそして反射魔導士がアタック、ワンチャン7あるね、次のターン7になってその次のターン奥義で、うん、さあその追跡者がさらに出す、まあ、あんま意味ないけど、ニッサの能力ですね、これニッサの能力で土地がめくれて、うん、土地が出てきて、でさらにそれが進化するに向かえちゃったからもう一回価値が奥義しかないから、僕やったらあの兄さん殴らんかな、あ残して、あでも中退やるんか、それやったらいいんか、いや一応ね悲劇的な傲慢食らってニッサに殴られるとちょっと辛い、嫌かなと思ったけど、まあ悲劇的な中退は違うわ悲劇的な中退かい、やばい、ゼロでゼロです悲劇的な中退、悲劇的な傲慢を打たれることを考えると、まあ、一応両方立てて奥義しか普通に殴っても勝ち目あるっていうのもあるね、確かにね、中退次第ね、メインでは中退打たれへんから、ここで市川さんはあれですね、ニッサを殴って中精度を減らしに行くと、まあ負け目がそれしかない、ニッサしかないから、うん、その負けをなくしに行きつつ自分は奥義を決めたいと、さあここで反射魔導士が飛び出して、うん、ごちゃごちゃしてきたぞ、時間もないし、さらに副官、ただ副官ですか、サリの副官を出して、サリの副官を出す、まあ2人でもう共同作業ですね、でもまだ追加ターン入ってないんじゃないの、この急ぐってことは追加ターン入った瞬間ね、スローダウンするのが、まあ、普通なんやけど、お互いとりあえず一泊つきますかみたいな、そう、タバコ行ってきまーす、それはあかん離席はダメダメ、そうジャッジ言うてタバコいいっすかってあかんよさあそしてここで50体の命令やったん、4マナは悲劇的な中退じゃなかった、悲劇的な中退ハマってますよ、ちょっとさあここでジェイスが、はい、あれやっぱニッサ弱った、うん、ニッサ減りましたね、で傲慢をまた打つ、はい、ジェイソンの能力で悲劇的な傲慢を使い回すと、うん、これはでもまだ追加ターン入ってないんかな、やっぱりジャッジは横ついてるんですけどね、どうなんやろね、追加ターン入ってたんやったら反射魔導士立ててて、まあまあなんかワンチャンや、なんかチャンスありそうやったけどな、完璧に刺さればやけど、相手の手札とこっちの手札が、ニッサの奥義とジェイスからの悲劇的な傲慢、墓地からの、その2枚が同時に起こせば勝つやん、そうですね、うん、まあ、追加ターンに入ってへんやったら入ってなさそうですね、うん、まだまあ普通にプレイするんやろうけど、だそっちの方が良かったよな、どうなんやろな難しいっすね、うん、反射魔導士を立てとい、しっかり立てといてチャンプロックして、
奥義勝ち狙い、まあ追加点に入ってないっぽいね。このまだ西田攻撃してるからね、まだもうちょっとあるんやろね、だいぶ。そうですね、うん、お、大丈夫、何かが追跡者をよプラスで能力使って土地が出る、あれ追跡者禁止されてたんですね、反射窓で。はい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 、反対だったら、はい、ラムホルト、ラムホルト、森の大現象ですか。はいはい、3333、4号警戒がポポポンと出てきて、コメントも減ってきたよ、なんか めんどくさい場になってきて。そう、あるあるっすよ、マジか。 やってて思うよね、なんかもう見てても面倒なってきた、コメントめっちゃ減るんよね。ありますあります。そう、俺もね、解説しててね、うん、でも解説すること正直ないやんとか思わへん。でもこの状況説明しろって言われても、いや面倒、まあ、お互い並んど、面倒って、お互い並んでますよねみたいな。あ、見るのに集中してる。それも大事。それはありましょう。それはありますよね。うん、そう、盤面が数がパーマネントすごい上に目まぐるしく入れ替わるから、まあ、追いたいんですけどね。この間ね、そうです、企業対抗戦ってイベントで生放送やらせてもらって、はい、ほんまにどうしようもないぐちゃぐちゃな盤面になってて、うん、3択やってるからカメラ切り替えてやってたんですよ。うん、でパッて映したら盤面ぐちゃぐちゃだったから、うん、もうやめようやめようってみんなで、うん、竹村さんとかと、この見やんとこ見やんとことか言ってたら、うん、なんかそれも伝えるのがプロの仕事だろうがって言われて、グーの音も出なかったっていうあれがあるんで、頑張りたいんですけど、うん、ただね、じゃあやって、ただね、頑張りたいですよ、頑張りたいですけど、はい、森の大変者が処理されましたが、しかしラムホルトが残っている。不屈の追跡者、先ほどキャスター禁止されてたやつが出てきて、ロイさんあくびしてはるし、いや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 、今日来たん早かったから、7時半集合やった。じゃあ8時半集合、8時半集合ですね。で俺7時に起きて用意して来てちょうどやからと思ったら、はい、日が昇るの早いやん、6時半ぐらいね、ふって目覚めて、はい、外見て明るくて、うわやってもたと思って、うわーって思って起きて、でまだ6時過ぎやって、明るって外と思ってさ、それでめっちゃ眠いね。しかもじゃあこの局面なやっぱ眠なるよ、眠なる、うん、それはう自分でやってるとね、集中してるから考えれるけど、どうでもいいってやつやね、正直。そうですか、どうでもいいって。おターン1、うん、ターン1、追加ターン入ったっぽいですね。入った、入った、急に遅なったもん、もう見た、もう見るからに分かる、この急に遅なる2人とも。そうね、なんか一服ついた感じ、もう追加ターン入ったらすぐシャカシャカまで遅なるよね。そう、もうみんな見てもらったら分かるけど、めっちゃ遅なるからね、こうやって。さあ、まあパーマネントの数でいうと、もう市川さんの方が圧倒的に多いので、うん、めっちゃ遅いやん、さっきもあんなってやってたのに。そう、うーって感じやんね、もう。さあ、反射窓しやっぱね、禁止されてるかどうか分かりづらいっていうのはちょっと、そう、特に急いでるとね、うん、後半ドローしまくって手札が溜まりまくるとね、次のターンまでブリンクして手札に返すとかの方が良かったかもしれないね、カードのこう、そっちの方が分かりやすいよね。確かに確かに、一回ゲームから取り除く、相手のターン、次のターンの終了時に手札に返ってくる、手札に返ってくるみたいにしたら絶対呼べへんかった。まあでもそれすると手札破壊と相性が悪いから、まあそれはそうですよね、うん、デザインとしては難しいんでしょうけど。さあ、さらに田中さんが中退。あ、そうか、まあ、確かにね、消化者と噛み合ってしまってエルドラージカードみたいになってしまいますね。そうやね、確かにそうやな。難しいな、なんかね、分かりづらいね。ずっと出せないやったらね、メドリングメイジみたいにメモっときゃいいんやけど。確かに確かに、うん、まあ、それは強すぎるね。強すぎる。ずっと出せないやったらライブラリークリーチャー全部戻されたら出せなくなった。一生出すなよとか言って、二人ともそれになったらもうあかんって。そう、お互い何も出せなくなったんでライブラリー数えましょう。そう、あなた先手ですよねとか、僕の負けですって終わるやつ。急に遅なった2人とも、うん、さあ延長ターンに入って
まあ、延長単位内で決着がつかなかったら引き分けとなります。まあ、引き分けやろね。もうでもダブルマリガン対ワンマリガンですっげえパーマネント並んだね、やっぱ。今のデッキはこれがあるからな、今のマジックは。そうですね、しかもお互いニッサがいるからね。まあ、変色の話を引けへんかったのがきつい。引けへんかったとも引き、うん、もう間に合わへんかな。引いてもマナはあるから、引けばシュポポポポンって全部返してなんとかなんのかな。もう間に合わへんか。ライフ1、2、3、あるとしたら田中さんの方が爆発力あるんですかね。そのニッサの、サリアの復刊とか絡めた人間でドンドンドンが。市川君はあの変エルドラジがいるから、ああ、それをさばける可能性があると。さばけるというか、出たら全部手札に返ってしまって終わりっていう、うん、そうですね、ピピピピピピってされて、反射魔導士とのコンボとかひたすらブリンクされて終わりと、うん、差は中性値が4と、お、でも4と3を押し込んだよ。いや、これあるね、押し込みあるで、押し込みあるで。ニッサ遠くに出した方が良かったんちゃうか、あるで。おお、なるほど。ニッサ出して全然遠くに出さへんやん。俺ニッサといえば遠くに出すもんと思ったけど、アシャヤ出すマシーンやと思ってたんですけど、今のカード引くんじゃなくて遠くにやったかもしらんで、田中さん。なるほど、うん、あれ、まだやっとるっていうコメント。一回風呂でも入ってたんですかね。買ったな、風呂入ってくるじゃん。フラグっすよね。 そのせいでこんな場に。そう、さあ、盤面が田中さんが押し込んでライフ差がちょっとついて、あ、そうだ、ミスターで引いたんやね。反射がなかったんか、うん、まあ、じゃあ引いて引くしかないか。反射魔導士のせいでちょっと市川さんが一気に手札が展開できないようになってしまってのライフを押し込まれて、田中さんは次のターンで残り5点を削り切りたい、市川さんは粘りたいという状態。次で終わりやんね。次で終わりですかね。市川さん引き分けしかないと。反射魔導士関係、反射魔導士関係でもう出せへんもんがいっぱい出てもうてて、よくわからんことになってるやん。もうすごいことになってますね、盤面が、うん、やっぱ反射戻してからダメでしたね。反射戻し、これ多いんやと、ほんまに多い気がする。グランプリの時でもよく揉めてたと思う。多いよね、反射魔導士はほんまに。プロツアーでも多かったです実際、うん、いやでもしょうがないよね、今までこんなカードなかったから。やっぱり手札にあると間違っちゃうもん。出せるやんってなりますからね、いや出すのが、これはでも、反射魔導士はほんまデザインやっちまってるよね。さあ、ジャッジが今反射魔導士出せないものが出てきての件で、いや、その後にそれで土地を置いて、ね、手がかりが出ちゃって、それで引いちゃったよね、多分。ドローまで行ってしまったと。魔導士デザインのバッドデザイン、むちゃくちゃ強いっていう意味ではいいカードではあるんですけどね。よくないじゃん。強すぎるし、強すぎるし面白くない、ストレス溜まる、面白い、ストレスがすごいですね、確かに確かに。それもまた良くない。反射魔導士出されて嫌な人多いと思う、思んないと思う。なんか腹立つねんってこいつ。ねえ、皆さんどうですか。それコメントもね、多分ね、大半が同意だと思いますよ、うんうん、なんか腹立つんやって、あのカード出されたら。うん、怒り爆発、ストレス溜まらん、次呼べへんって。3マナという軽さもね、うん、あれ4マナとか5マナのクリーチャーが持ってる能力だったら、まあまあまあ、5マナ44とかであれやったら分かるわ、うん、3マナ23ってのもまた絶妙なデザインで。でもね、呼べないがほんまにストレスやねん。呼べたら別にええねん、3マナ23でも何でも、
次のターンプレイできないっていうのがのがもう腹立つ、なんか思んないねとにかくその強い弱いもあるけど、もううまく説明できんけどなんか思んない、うん、ストレスがたまる。でまあ今みたいな感じで、うん、ちょっとトラブルの原因にもなりやすいと、うん、まあでももうしばらくスタンダード居座り続けてね、使われ続けることでしょうからね、まあ、強いからね、ね、皆さんも気をつけてプレイしていただけると、まあそうやね、もう俺らはまあ使う側にしてみたら、まあ、気をつけて使うと、うん、お互い忘れないようになんかさっき脇にどけとくとか土地の下にこう崩壊しながら置いとくとかね。そうですね、手元にね、そう、どうせ手札バレてるから1個ね、まあ、そうするとまあミスがないかもしれない、ね、確かに確かに。その手札は公開するとか一文つけておいてもよかったかもしれないね、戻されたクリーチャーは。うーん、そうですね、うん、手札を公開するっていうのはあるよね。ありますあります、そういうカードあるから、まあ、1枚だけ公開するっていうのもルール的には多分可能やろうから、戻されたクリーチャーは公開しておくって一文つけとくとよかったかもしれないね。確かに確かに、うん、裏向きで持ってみたいな。そうそうそう、ちょっとめんどくさいけど、レジェンドのファイアーストームフェニックスってカードこの間ちょっと調べたんですけど、うん、そいつが今あの死亡したら手札に戻って公開状態でプレイするって書いてあるんですよ、うん、あ、そうなんや、はい、でそいつは反射魔導士みたいに戻ったターンはプレイできないみたいな。じゃそれでいいやん、それでいいやんと僕は思いました。そのせいよあまりにもフェニックスやからもう覚えてなかったんじゃん、ウィザーズの多分ね、うん、昔カードにはそう書いてないんですけど、うん、そのプレイできないっていうのが分かりにくすぎるから。あ、そうなの、ルールであったんや、ルールで今追加のルールでそういう風になってるんですよ。じゃあオラクルで新しくオラクル、じゃあ、あ、そうなん、オラクルでそうしようや、話はどうしてもオラクルでオラクルでそうしてよ。あ、そういうフェニックスはそんななってるんや、ちゃんと、はい、公開しながらプレイしろ、公開しながらプレイする、公開されてる間はキャストできない、うん、エンドに公開を終えるみたいな感じなんですよ。へえ、次のターンまたぐと普通に手札がこう表向きっていうか裏向きになって、そこからもうプレイできる。カード作った人はそのオラクル知らんかったよね。あるいはその反射魔導士は戻されてないやつもプレイできなくなるってところがポイントなんで、ファイアストーンフェニックスはなんか戻された、あ、その手札に戻ってきたやつはプレイできないけど、うん、元からあるやつはプレイできるっていう風のを分けたかったんですよね、多分デザイン的に。なるほどなるほどなるほどね、元からあったやつは唱えれるんや。確かにそれだと公開せなあかん、2枚手札にあったら戻ってきた方はこうプレイできないけど、元から持ってる方プレイできますよっていうカードにデザインされて。なるほどなるほど、でも公開するってことは可能なんやったら、公開されてるカードはそのターンそのプレイヤープレイできないってすれば OK や。で反射魔導士は戻されてないやつもプレイできなくするから非常にややこしいというか、まあ、引き分けか、これで終わり、このターンラストやんね。これで市川さんがまあブロックして耐えて、まだ2ターン目エクストラターン2ターン目あ、確かに0、1、2しか動いてない気もする。分かったら盤面解説、盤面解説はもう無理とりあえず田中さんがアタックして、もう市川君はもう必死、うん、生き残るしかない。だからどれを通してどれをブロックするかぐらいしか考えることがないよ、うん、エクストラ4ターン目だったらこれで市川さんにターン返ったら引き分けです。負けるよりマシっていう状態を作ってるから、うん、勝ち点1点を取りに行くみたいな、まあ、こうやってチャンプしだしたらもう負けるよりマシ。はい、でブロックしてでかい説明不要副官がでかい、副官がでかい横からニョキってなんか1、2がポロンって出てきましたね今スッて大会的には今2回戦目ですね。長くなりそう。やっぱり今の差だと引き分けがちょっと多い環境になってしまってますね。じゃあこのバント同士がやばい。バント同士グランプリでも思ったけど、この対戦するともう勝利者インタビューとか何もできひんからね、うん、次のラウンド始まりますってなるから終わり。元気なくなってない、なくなるなくなる、眠いもん昔話行くじゃん、行きます、袖からファイアブラスト行きますさあ、このラウンドが、まあ、このマッチが終われば、反射戻しじゃない方の反射を防ぐためのちょっとパラソル設置と、トイレ休憩をちょっと挟もうかなと思います。一回我々リセットしましょう、気持ちだいぶね、殺し合いで疲弊しきってるので。森勝の面白い話ってよって、森勝の話はまあ公式でしたけど、はい、置いたら負けるアーティファクトを出して、はい、MO で、あーあれっすよね、リッチトゥームが、そう、あの置いたら負けるアーティファクト出して、不死のコイルや、不死のコイル、そうで、それ出したからゲーム終わって
ドラフトで15手目に回ってきたカード出したら相手すぐ投了したと本気で思ってたっていう、ね、秒速で投了してで全然試合始まらんなと思って待ってたんですよ。自分が負けてたっていうね。あのカード実物の画像がないとちょっとね伝わらへん面白さやと思う。節の声でね、うん、出せたらね後で出してもらいましょう。さあほんでこれで引き分けと。引き分けですか。お疲れさんでした。はい、お疲れさんでした。お疲れ。まあ、プレイヤー2人がね一番お疲れだと思うんですけども、うん、まあ見てくださってる方々も我々もねロングマッチで、いや俺もだいぶ元気なくなったね。あのテンションからしゃーなしぐっと下がって、いや疲れた、2人とも疲れた、うわどうしたらよかったやろなみたいな。うん。